皆さんこんにちは、元気なおじです。さあ、有線イヤホンファンの皆様、喜んでください。そうなんです、 TRL さんからね、やってきました。とんでもないものがやってきましたね。リーズナブルでとんでもないイヤホンです。もうこれ即ポチしなくてどうするのってやつが出ました。これやばい。お値段3950円でこのセット、コンチ。ね、すごいね、コンチ。これパッと見ただけでもうすげえと思った人。はい、正解です。まずは、こういう形のね、イヤホンになってて、ここ見て、ここ。何これ、もしかして、これ去年からね、大ブレイクの TRL さんの先端交換式ケーブル。ね。はい、そうなんです。おそらく、これは2.5mm と 3.5mm と 4.4mm の3種類に変換して使えるんです。びっくりでしょ?これ嬉しいね。はい。じゃあ内容ね、このシドバの方を見ていきましょう。TRL のコーチ、高性能な DLC 振動版イヤホンということで、10ミリのデュアル磁気回路 DLC ダイナモンド炭素振動版ダイナミックドライバーということです。3種類のチューニングフィルターがあって、愛護機性能ハウジングの設計ということです。デュアル磁気回路。ね。デュアルです。デュアル。ね。いやー、すごいなー。かっちょいい。はい。でね、コンチの、折り。ね。コンチに搭載されているダイナミックドライバーは、デュアル磁気回路設計で、振動ユニットが高負荷で、より良い磁気性と熱安定性を確保している。同時に、より強力な駆動力を提供し、音声の鮮明度を向上させた。音楽をより立体的にして、より純粋な聞き心地を提供します。ね、デュアル磁気回路設計ということです。ね、デュアルです。デュアル、ね。はい、そして DLC ダイヤモンド複合振動膜を採用した高抵抗の機材とナノスケールの非消失炭素音チャロを結合した。この振動膜は優れた電気音響性能を有し、スピーカー振動膜の分裂振動を効果的に低下させ、オーディオ歪みを減少させ、高周波の拡張性と分解能を向上させた。よりバランスの取れた音質を得ることができます。ということで、まあこれを一言で言うと、とても聞きやすい中高音を再生したよってことなんだね。多分。はい。そして、今日はより良い音質と音量を実現するために、TRN エンジニアはイヤホンのうんちゃらを慎重に射的化しましたよってことでね。フロントキャビティ上の機構は、ここから気流を精密に制御して高性能の DLC ダイヤモンド炭素振動板的セルと合わせて純粋で自然な音を出力することができるそうです。ね、で、ここもね、よくイヤホンの、これね、キャップ。ね、なんだっけ、イヤピース、ね。イヤピースのこの穴が1個のやつとか、ボコボコついてるのとか、あるよね。よく交換用で。うちがこの間紹介したね、集音機のやつも、やっぱこういうのついてた。ね。あるんだよ。これね。はい。なので、音響的に安定した亜鉛合金キャビティを使用し、ね。巧みに設計された体積とキャビティ構造を組み合わせて、余分な騒音の反射を制御したよということで、そうなんだね。ノイズの反射を制御して、より音楽だけをね、綺麗に与えてくれるんだろうね、きっとね。まあ、聞いてみないと分かんないけど。はい。そして、すっごいびっくりしてほしいのが、これです。3種類のチューニングフィルターということで、これね、
びっくりするよ。これ、3種類、ここ交換して使えるんだよ。これね。参考、ツート、ウーンチャラってことで、わかんねえけど、わかんねえけど、ノーマルと高音質と低音域用かな。多分、その3種類だと思うけど、交換することができる。で、これっておじいの記憶だと、過去に、ゲーミングの、なんだっけ、緑色のブランドの、あれで中を交換するやつがあったのと、あと、あのブランド、丸いボタンみたいなやつのブランド、ね。あれがこう、入れ替えてやるのを出してたんだよね。他になんかあったかな？なんかあったかな？こういうのってあんまり多くないけれども、こういう楽しみがある。本来は3種類の異なるね、イヤホンで発売するべきところを、ここを交換パーツとして入れちゃうことで、3種類楽しめるってことなんだよ。すっごいねー。はい。そして今言ったようにね、ケーブルはね、3種類のジャックに対応しています。ね、無炭素銅を4本使用したイヤホンケーブルを採用しているよってことなんだね。かっちょいい。はい。こう。ね、形状。はい。じゃあ実際に開封しましょう。ワクワクするね。はい。それではね、開封したいと思います。はい。新品未開封の証、ね。シュリンク保証になっているので、まずはね、このビニールをカットしましょう。よいしょと。ね、気持ちいいよね。はい。ピリ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 ーと。はい。パッケージはね、こんな感じになってまーす。見える？ね。かっちょいい。アンモナイトみたい。ね。はい。こんな感じのパッケージになってます。ね。コンチ。ね。はい。こんな感じ。で、ここにペロペロがあるので、これを引っ張って、よ。出します。てん。はい。TRN。ね。てってれーん。はい。で、これもこうやって開けるのかな。お。これ違うか。あ、こうだ。はい。てってれーん。うん。いいね。なんか、かっちょいい。ほう。テクマクマヤコン、テクマクマヤコン、おじいになーれ、みたいなね。はい。そんなやつが出てきました。はい。そして、ここにイヤホン本体がね、あるね。で、おー、こんな感じで入ってんだね。うん。で、この下に秘密兵器がね、入ってます。よいしょ。取り出して、この下には、マニュアル、ね。マルチランゲージになってると思うので、反対側かな。日本語は、にゃいかな。日本語は、ない。ね。はい。日本語がないから、気合を入れて、解読して使え。ね。はい。で、今回はね、いろんなのついてるからな。よいしょと。このね、イヤホンの種類がいっぱいついてんでしょ？ね。はい。あ、これ定番のやつ。ね。はい。ムニ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 。ね。はい。低反発。ね。はい。ウレタンの。これは結構ね、耳の隙間がなくなって、しっかりと聞こえるんだね、これね。うん、はい。ここにね、ウレタンのイヤーピース、ね。おじいはね、ウレタン好きだよ、すごく。最近100円ショップでも売ってるよね。ウレタンね。で、これが何のシリーズだ？あ、これが普通のクラゲの、あ、中がしっかりとしてるやつだ、これ。うん。これ、メリハリがある音のやつのだ、これね。はい。ちょっと見にくいかもしれないけど、しっかりとしたやつ、芯が。これのシリーズのイヤーピースと、それから、もう一個。結構ね、今回種類がついてるんだよ。贅沢に。で、
これはだね、今ついてるやつの L と S がついてるんだね。これ今ついてるやつ、これね。うん、よいしょ。これは4個入ってるから、今ついてるやつ、ね。はい。そんなわけで、こっちがあの色違いというか若干ちょっと違うバージョンだね。これね。これね。プニ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 。はい。まあ、おじはね、どっちかというと、これと比べてみたいな。こうやってね。はい。じゃあ、ちょっとね、本体を見てみます。あ、一応ね、一応これ、金属なのかな？ちょっと冷たいけど、うん、ちょっと冷たいけど、軽いからプラスチックかなと思ったけど、金属？うん。軽いや、なんか。軽いけど、ちょっとヒヤッとしたけど、あ、どっちなんだろう。どっちなんだろう。よくわかんねえけど。はい。こんな感じのイヤホンになってます。うん、もう完全アンモナイト。で、はい、アンモナイト。で、ね、こっち側が右になります。右ね。これが上になるから、ね、こうやってつけるから、これが右です。で、こっち側が左だね。間違いないと思うよ。あ、そうだね。うん、つけたら、そうそう、合ってる。間違いない。さあ、じゃあね、問題はここです。このゴージャスな、この中身だけで、今回のお値段、ね、とにかく、去年までは、これだけで、このお値段だったんだよ。ね。それがすごいことになった。本当。これどうやって開けるんだ、これ。おお。こっち側？こっち側、こうか。深いんだね。いっぱい入ってる。よいしょと。おお。ガチンだって。おお。贅沢だな。すごい贅沢だな、本当。いやー、このお値段でこのゴージャスさ、ありえないな。はい、ケーブルかっちょいな、おい。見た感じ、すごくいいじゃん、なんか。おしゃれー。めちゃめちゃおしゃれ。いや、ちょっとここで、ハイグレードとの差をつけてきたね、ここでね。うん。はい。まあ、いいことだね、ほんと。へー。よいしょと。はい。で、これが嬉しいんだよね。あの、絡み防止のこれ、ね。うん。安いのにはつけてくれないっていうね。これ。これ。これがあるとないとでは全然違うんだよ。ね。はい。まあ、よいしょ。特定のお値段からはちゃんとつけてくれてある。ね。で、これはどっちが右でどっちが左なのか。よいしょと。あ、やっぱ楽天ハンド旧型の方がやっぱ迷わないな、練習が。いいね、旧型の方がね。ここになんか書いてある。L。これ L って書いてあるで。じゃあこっちが R だね。ね、R です。R。ね。ほんとね。R だね。間違いないね。R だね。はい、こっちが R です。はい、で、こっちが R で、で、これがこうだから、こうやってつけるので、こうだね。これね。よっ、もう勘です。よし、勘で入った、ね。ちょっとズームしすぎたかな。これぐらいで。で、左側がこうなので、こうだからね。こうなるから。勘です。この辺かな？違うか。もう、
よし、この辺だ。ね。もう手探り、全く見えねえから。はい、無事に入りました。そして、この形は、これは何だべ？この形は何だろう？よいしょっと。ああ、中身のね、中身の交換のやつね、これね。うん、今セットされてるのはこれなんです。で、なんだか増強、低音かな、振動って書いて、通筒って書いてある。これが高音、これが低音、で、これが通常なのかもしれないね。もしかしたら。わかんないよ。なんかそんなニュアンスじゃない？なんとなく。で、これが先端につける、これはなんだ？ね。これがありがたいね、本当に。これが 3.5 ミリっぽいな、これがね。3.5 ミリっぽい。で、これが 4.4 ミリの、よいしょ、バランスケーブルかな。よいしょと、おそらく。ね。はい、そうだね。4.4 ミリのバランスケーブルになります。よいしょ。そして、あれ？これのキャップは？これか。で、これがじゃあ 2.5 ミリのバランスケーブルになります。よいしょ。いや、すげえなぁ。もう TRN、このお値段でこれを標準にしてしまうの？はい。2.5 ミリのバランスケーブルです。ね。いや、楽天ハンド優秀だなぁ、ほんと。5G はちょっといまいちだけど、この旧型楽天ハンドすごいな、カメラ性能。優秀だね、ほんと。フォーカス具合が。おい、こっち来いよ。はい、そんなわけで、一応これがね、セット内容です。で、これが今ね、おそらくノーマルがついてると思うので、まあ、まずは、ノーマルの 3.5 ミリでシャオミにつけて、音を確認したいと思います。これね。これが、取り付けがですね、ここの丸いのと、ここの矢印のマークを合わせるんですよ、これ。で、カチッと入れるんです。これ大事ね。ほんとね。すごい親切丁寧で、黒に白だからすごい見やすい。めちゃめちゃわかりやすい。ね。TRN 最高だね、ほんと。はい。それじゃあね、ちょっと向きを変えます。はい。じゃあね、向き変えました。よいしょ。よいしょ。じゃあ、標準のイヤーピースで 3.5 ミリで、シャオミ、レドミ、ノート19。ね、もう、おじいは、これ基準です。さあ、もうこのね、持った感じが、あ、ちょっと、ワンランク上がったなって感じがするね。お値段安いんだけど、でも、あ、ワンランク上がったなって感じだね。さっきね、これ紹介したんだけど、オルカ、ね、うん。これがすごい2250円でめちゃめちゃ安いんだけど、ディープスイッチついてて、ね。で、こっちはまたドエライチューンナップできるからね。これ、すごいよね。お値段倍近くなったんだけど、いや、楽しみは倍以上あるんだよね。さあ、どんな音なんだろう。今年の TRN2250 円の音は、え、すげえ、こんな楽しめるのっていう。ね。どのディープスイッチも全部リアルで使えるレベルだったんで、驚いたんだけど。さあ、エイジングなしの箱出しの音。ね、うん、まあ、フィット感はいいね、ほんと、相変わらず。うん、ここのところも、妙に出っ張りすぎてないからね。あ、日本でも叱るよ。日本でも。さあ、
もう聖子さんが出てきた渚のバルコニーが、あの収録が終わった後にずっと聖子ちゃん聞いてたんだよ。あのいつも聞いてる音は昭和のやつしか聞いてないんで、ね、じゃあノスタルジアいきまーす。おうわ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 音すげえ。あのファイブランクアップ、うわこのコーン、うわすげえ、よだれ出てきたよ、音いい、グレードアップしたって感じ。もう食ポチ食ポチ、もうおじいのレビュー見る前に先食ポチだよ、これはもう速攻でケーキ。おっといい。すげえな。うわー、なんて分離感だこれ。めっちゃめちゃ音いい。すーげえ音いい。うわー、たまらねえ。これが4000弱の音かい？いや、鳥肌立つな、これ。すげえ澄み切ってる。たまんねえ。もうこのまんまでいいよ。いや、ボーカルがさ、あのすごくはっきりくっきりしてて、メリハリがしっかりしてて、高音がさ綺麗だね、本当。あのこれもさ2250円の割にはすごい音良かったんだけど、やっぱり 品が違う。もう高音のそのヒゲ感がないし、そのレッドゾーンに入ったこのクワッとこう飛び出た突き刺さる部分が一切ない。本当に角をちゃんとこう取ってやるんだけど、しっかりくっきりピシャッとこう音がダイレクトに伝わってくる。いや気持ちがいい音だね。でおじいはボーカルがあるのしか聞かないから、本当にね歌詞がなんて言ってるのかどうなのか分かんなく聞こえるようなこもったような音大嫌いなんで、これは気持ちがいい締め切り方だわ。びっくりだね、これこっちどうなっちゃうんだろう。これはね、このケーブル、付属のケーブルでこの音でしょ。めちゃめちゃ音いいやん。ちょっと違うやつを、じゃあちょっとこれでまたイヨシャン聞いたら違うんだろうな、ビリーブ。おお、もうイントロの部分でさ感動しちゃうよ。わすげえ高音質だなこれ。楽器の一音一音がすごーい丁寧で、いやー精細だね。バスドラムっていうの？気持ちがいいね。うわー、これは聴き入っちゃうな。すごいな。いいよちゃーん。いやー、いいね。いいね、いいねって言うと、
どっかの、インチキレースゲーム YouTuber になっちゃうよ。いいよ、いいよ、これって。あれ見てたらちょっと癖になっちゃったね。やばいよ。いや、今年はね、いい年だな、すごく。ちょっと待って。奥の方のシンバルもすごい近くに聞こえるし、カスタネットのタタタンっていうのもすごい明確に聞こえる。うわー、楽器が楽しい。うわー、ちかさちゃんの声もかわいいなー。うわー、なんかスタジオで聞いてるみたい、これ。ソニーの高いイヤホンで聞いてるみたい。ヘッドホンで。ちょっと思わずニヤニヤしてきちゃうよ、これ。やばいな、これ。ちょっとね、中島みゆき、おじいの大好きな曰く。あー、いい音だ。ギターの響きもいいね。うわー、エイジングいらない。うわー、もう中島みゆきがもうおじいにこうへばりついてる感じがする。ほんと、なんか、こうやって歌ってくれてるような感じがする。うわー、もうなんも言えないね。気は気持ちいいイヤホンだ、これ。いや、これ全員にお勧めしたい。うわー、感動だわ、これ。うお、鳥肌立つわ。やばいやばい。手に汗出てきた、ほら。うわー、音いい。あのね、過去の動画で、5000円台の、トライポウィンのやつで、しぶきが聞こえるまでっていうのがあったんだけど、ほんとしぶきまですっごい聞こえて、どんしゃりのいいイヤホンがね、あったんだよ。今もう売ってないけど。で、あのね、シャリっていうのがすっごい聞こえるんだけど、ちょっと疲れるんだね。なんか聞いてるとね。これね、本当にそこの部分を、綺麗にそのしぶきまでっていうか全部の音をもうあのね低音高中音全部しぶきだよ。すっごいで、あの寸止め、ほんとこれがオーバーするとこの寸止めのいいところでしっかりとこう止まるっていうね、出すぎない低音、中音、高音が、もう全部、奇跡の寸止め。ね。こんなに気持ちいい音ってこの世に存在するのっていうバランス感。これ気持ちがいいね。これはね、鳥肌立つ音。この音を文句言う人っているだろうか。それでね、1万5000円ぐらいのイヤホンをおじいくつも紹介してきたじゃん。ちょっといいやつのイヤホン、この分離感バランス感ってこれ侮れないよ。これこのね、あのね、4000円しないんでしょ。まだこっち試してないけど、これ化け物だよ。この音フィット感もすごくいいけど、
重くないし軽すぎないし見た目いいしびっくりだね。もう音がどうのこうのっていうより買って聞いてみて、ガチ押し。2024年もうこれ一本でいいよ。これの右に出るものないだろう、もう。うん、名指しで言っていい？ミスター K 来たよ、2024年バージョン。ミスター K イヤホンの神様、ミスター K 来たよ。これですよ。いや、ちょっと、あ、鼻水が。うん、アルバムの中でも、一番古いアルバムで、キョンキョンの、ね、マイファンタジーの、ね、音は一番悪いアルバムなんだけど、ちょっと大好きな回り道聞いてみよう。おお。わあ、キョンキョンみずみずしい。もうね、なんかギターとかベースとかね、なんかカスタネットみたいなのとか、音がはっきりくっきりしたものがちょうど聞こえやすい気持ちいいところで、この分離感がたまらないよ。この 3D 感というか宇宙観っていうか、ここでなんかチャ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 言ってるし、ここでクッククックってなってるし、たまんないね。キョンキョンはここの頭蓋骨の裏にいる。ここの真裏にいる。うん。キョンキョンがおじいと一体化してる。やっぱマイファンタジーでこの音なの？すっげえ音いいよ。ガラス坂。なんか信じらんない。レコードで聴いてるみたい。やーべえ。昭和の時代では、絶対にこんなイヤホンヘッドホンないよ。10万円出してもないよ。やーばーい。ボーカルが好きな人はもう絶対買ってこれ。うわー、すべての楽器が本当に気持ちいいよ。いや、もうケチをつけるところがないわ。やばい、足が。もうずーっと聞いてるよ、これで。あ、これ試さないと。これ試さないと。これね、シャーミーレドミネート90で、エフェクトは全部オフで、ノーマルなんです。今状態で。ノーマルなんだよ、ノーマル。すっごいめっちゃいい音に聞こえる。すごい。あのね、ノイズゼロ。まあ、全く。デジタルの音の、あの、ヒゲを全部ノイズをカットして、綺麗に聞こえる。いい音だね。これでさ、このね、いいデジタルアンプを通して聞いてるような感じで、すっごいいい音。これスマホ直結の音とは思えない音。すっごい音が整ってめっちゃいい音に聞こえる。で、おじいが今頭の中に何があるかっていうと、ノブサウンドの P1 で真空管を通した音をこれで聞いたらどうなるんだろうっていう、あの、丸い甘い懐かしいね、味付けがされて出てきたらどんなに素晴らしいんだろうっていうね。もう今頭の中にそれしかない。本当ね。い
やでもね今これさオープンボックスでこれずっと聞いてたいんだけど、これエイジングしたら何がどう変わるのか分かんないけど、とりあえずちょっとこのドライバーね、これドライバーしたらいいのかな、これ何したらいいのかな、これがさせっかく交換用であるからちょっとこれ変えてみようね。はい、買います。もうここでね終わりたい。本当これ必要、次の動画にする、このまんまの状態でこのまんまちょっとじっくり味わいたいんだよ。おじいはこれ変えてしやるから、なんかねもうここまで素晴らしいと変えることによってさらに感動があるとは思えないので、なんかがっかりしたくないんだよな。もうベストなところでやめておきたいっていう気持ちがある、ね、でもオープンボックスだからな、やるかしょうがねっていうか今セットしたんだけど忘れてた、あのおじいの大好きなウレタンのイヤーピースに聞いたらどうなるのかっていうね、それを忘れてたよ。もうこのまんまでいいなと思ったから用意してあったんだよね。いやすげえなー、ウレタンのイヤーピースどうなるのかな。よいしょ、まあ、一応ちょっとあの耳の隙間が、うん、全部なくなるんで、ほんと低音の感じが変わってくるとは思うんだけど、どういう音になるかな。ちょっとね中身変えちゃう前に違いを、よし、ね、スーパーカー YouTuber に教えてもらったんだよ。こうやってウレタンを潰して耳の中にグッと入れたらボワーンって広がるからね、それまでちゃんと手で押さえていて広がったら離すっていうね、もう本当隙間ゼロ。さあじゃあこれで聞いてみよう。ああまあガラスだから聞いてたんだね。いやもう感動だよ。じゃあガラスだか。おお、びっくりした。鋭くなった。こっちかな。音は同じ音色なんだけど、低音がね、高音もね、全体的にね、ちょっと太くなって。こっちかな、おじいの好み。うん、こっちの方がまとまってるかな。いや、同じ音でゆうちゃん。こっちの方がなんか、大げさに言うとスピーカーで聞いとると近いかな。
うん、ちょっとこれで入れ替えよう。なんかね、信じられない、あのこの元々のベースの音源がそんなに良くないんで、あの今のさハイレゾ音源とかと比べるとしょぼいじゃん昔のやつって。その音がね、こんな音で聞けるなんて、なんかもうリマスター版でさ全部その今の機材で一から作ったみたいな、そんな感じの音色に化けるよ。すごいなこれ。あの去年紹介した TRN も面白かったけど、今年のこれは本気だね。この値段で出しちゃっていいの？これ1万5000円ぐらいで出したって売れるでしょこれ。あー違うね、やっぱウレタンの方が太いな全体的に。で音がね整ってる。これもいいよすごく。こう弾け方がどっちが、いややっぱおじい売れたの方かな、好みで言ったら。うん、やっぱステレオベースかな、コンポに近い方が好きかな。いやすっごいな、今までのやつって気に入ったのが1個あったら他のやつはダメってパターンが多いけど、今年の TRN はあれもそうだったんだけど、本当にガチンコで使える選択肢がついてくるね、珍しい。こういう系のやつっていうのはあの微妙なものが多いんだけど、結局使うのは1個だけっていうパターンなんだけど、これはどれをとってもみんな楽しみが違う。ああ、おじいやっぱこっちだな、売れたんだな。うん。そうだね、奥行きとか微調整しなくても、うん。やっぱ俺こっちの方がおじいはいいかな。鳥肌もんです、やばい。はい、じゃあ変えよう変えようこれ変えよう、やばい、楽しいな。いや神だな、これさ。でも本当に4000切ってるんだよこのセットで。この先端も3種類ついてすごいな。他のやつが売れなくなっちゃうじゃないよ。はい、じゃあ切り替えるよ。はい、それじゃあね、これちょっとチャレンジしてみましょう。で、どうやってやるのかな。よいしょっと。これ取って、ドライバーとかそういうのはいらないのかな。あ、これで、丸。簡単だ。これね、ここ、あ、ここか。これ、あ、こっち、これか。この先端か、これ。あ、なんだ。あの、これ取って中から変えるのかなと思ったら、そういうことか。あ、これさ、あれじゃん、スクリューになってんじゃん。これなくならないように、こうやって入れられるんだ。すっごい配慮だなぁ。なんだこれ。こういうのってさ、男子大好きだよね。ピットクルーじゃないけどさ。いや、
楽しい。あの、色分けしてあるでしょ、これ。ね。色でなんか判断できるし。これ楽しい。こんなに簡単にできるんだ。これはいいね。楽だね。今までのなんか交換のやつって、いや、めんどくさいものを、知ってるけど、こんな簡単にできるんだってすごいなぁ。いや、TRN すげぇな、神だなぁ。よいしょと。これはねぇ、ちょっとこう、マニアでなくてもくすぐられちゃうね、これは。うん。はい。もうこれで入れ替えできました。これね。これが標準なんだよ、多分。で、なんてか、なんか増強って書いてあるから、多分低音増強。こっちが高音質だと思うんだけど、多分これ、どんな音なんだろう。じゃあ、切り替えるよ。ね。すっげえ簡単に交換できたから、びっくりしちゃった。今まで交換しきってもっとめんどくさかったから。ああ、今音、流れてるけど、ああ、ゆうちゃんが流れてる。もう今いきなり抱きしめたいが、流れてたんだけど、ちょっと同じ通り行かないと。ああ、やっぱ低音の方があれかな、強いのかな。一瞬パッとね、何買ったんだろうって分からなかったけど。うん。ね、連続してちょっと聞かなかったんで、わかんねえけど、多分だよ。自信がないけど、多分なんだけど、ボーカルと高音がね、ちょっと控えめになったとか、いや、ちゃんと聞こえるんだよ。ちゃんと聞こえるんだけど、前にシャシャリできてきてたのが、ちょっとこう、フラット寄りの方までちょっとこう下がったみたいな感じでに聞こえるんだけど、音質自体は変わってないので、かといってなんかこう低音が増強されてなんか被っちゃってるっていう感じも全くないし、クリアだし、いや、これはね、何なんだろう何なんだろうってやつはありかもしれないけど、ちょっと待ってね、信号まで聞いて、リオちゃんだからわかんないのかもしれないし、もうやっぱりちょっとキョンキョンの回り道がいいや。
いや、いい音だよ。分離感がすごい。聞きやすいかな、この方が。こっちの方が、こっちの方が聞き慣れてる音に聞こえる。なんか、おじいには。なんか、本当にね、違いを感じるのには、そんなに極端に激変してるってわけじゃないんだけど、こっちは、なんか、素直にスムーズにいつも聞いてる音っぽいような感じがします。まあ、ウレタンの位置でも違うかもしれないけど、これがなんかね、ノーマルっぽいような感じがする、おじいにとっては。なんかね、もっとびっくりした、もっとダーンってくるのかなと思ったけど、中音高音がこぼっちゃうのかなと思ったけど、そんなことはないんだよね。逆にこれつけたらキンキンしないかちょっと心配なんだけど、じゃあこのね、青いやつをつけます。楽しいな。 簡単だね。よし。さあ、おじいの好みはどれだ。まあ、聞くものによって違うけど、電子的なさ、イコライザーのエフェクト変更するより、こっち側の物理的な変化の方が絶対に違和感がなくて気持ちがいいよね、音が。イコライザーの変更ってね、あんまり好きじゃないんだよ。しっかりと変更しても、どれでもみんないい音に聞こえるというのはすごいことだね。さあ、じゃあ3つ目いきたいと思います。最初から。ああ、高音だ。ああ、高音の出方が違う、もう。ああ、キョンキョンも高音だ。これどっちかとこっちに近づいたかな。うお。これは高音質だ。わかるわかる。違いが明らかにわかる。これはね、3つどれで聞いても全部いい。だってさ、低音が引っ込まないもん。薄っぺらくなってなくて。で、言いながら高音、中音が一歩前へって感じで。はい、前に出て、はい、広がってっていう。子供の時にほら、1組男女、2組男女、3組男女って、ね。で、はい、広がれっつって、前へ習いで後ろに行って、で、横もこうやって、こうやって広がんじゃん。その感じ、楽器の位置がね。かといって、DSP みたいに空間が変わったわけではない。あくまでも、協調性で変わってるね。気持ちがいいな。もうおじいのツボにドメイ中。ほんと寸止めだね、これ。気持ちがいいな。これを超えちゃったら、
オペラなんだよ。これを超えたらオペラ、ね、あのサウンドピースのオペラになる。これを超えたら、高音がぶっ飛んだらオペラになる。オペラはね、もうちょっとあのフォワーン、もうちょっとこう空間作りが違うんで、ワイヤレスだから、あのもうちょっとこうフォワーンって感じの音なんだね、オペラはね。こっちはそのままパンパンパンって感じで、ポワーンってパンパンって感じで、しっかりとメリハリがあってなってくれる。すっごい気持ちいい。で、あのね、こんなに気持ちよくクリアに聞こえるイヤホンって探すの大変だと思うよ、本当。これどれで聞くのが正解かな。これもいいし、とにかくね、このクリアな音を求めてる人とか、ボーカルのある音楽を聴くのが好きな人は絶対これおすすめだよ。これね、絶対にこれね、1万円のイヤホンよりは絶対音いいよ。こっちの方が確実に言えるよ。ちょっとノーマンにまた戻してみよう。おじい真ん中かもしれないな、もしかしたら。でも立体感の弾け方はやっぱり今のやつの方が好きかな、うん、あ、まあイヤーピースでもまた変わるけどね、ノーマルに戻すと。でウレタンはほら、あの3ヶ月ぐらい使うともうウレタン寿命が来るから、長く使えないからね。特にこれから夏になってくると、あのふにゃらーってなっちゃうから。もう一回、この高音のやつとノーマルは結構近かったと思うから、分離感は結構近かったんで、真ん中のやつはね、あの本当モニター聞いてるような感じ。でも極端に変わらないよ、そんなにね。DRN すごいの出してきたな。もう敵出しじゃないかな、これ有線イヤホンは。じゃあ最初から。どれもいいな。これが整ってるかな。なんかね、この真ん中だけちょっと違うような気がするので、ちょっともう一回聞いてみるよ、真ん中を。ウレタンの、あ、ウレタン切れちゃった、ウレタン切れた、ちぎれちゃった、ウレタン色相かな、ウレタンがね、ちぎれた。悲しいな、ウレタンちぎれちゃったよ。なんかね、この真ん中だけね、なんかちょっとあのウレタンの締め方が違ったかもしれない。あのバカでね、分離感がちょっと違ったんで、おやーと思ってね、ちょっとどうしてもなんかね、もう一回確認したんで、こうグーってやって押し付けなかったね、さっきね、しっかりと。いやー、ウレタンちぎれた。この違いはね、あの格付けチックみたいにどれで聞いてるでしょうってやったら分かんないかもしんない。ほんと
面白いなこれ。でも違うのは違うよ、確かに。これね、ウレタンリアピースはね、このハマり方でかなり音があるから激変するから。よし、いただきます。やっぱ違うな、こういう方が。なんかこれが一番安心する音だな。これとこれはすごいクリアだから、今までもう聞いたことがないようなあーってなるんだけど、この音は懐かしい音がする。多分ソニーの音とか、モニターとかそういうのに聞いて基準は分かってる人は多分ここに落ち着くんじゃないかな、きっと。バランス的に。ちょっとこれをクラゲにしてみたらどんな音するんだろう。これがすっごいベストなんだけど、これすぐ壊れやすいな。めっちゃ壊れやすい。すっごい柔らかいウレタン。さあそこにメリハリパンチの効いたクラゲちゃん。よいしょ。これはね、でも食ポチだよ本当に。この音を知らずにあっちの世界はいけねえぞ本当。VX とかああいう分離感と違うけど、純粋な音が楽しめます。さあどんな音だ。あー、ウレタンの方がいいな。ちょっと安っぽくなる。なんかノーマルで聞いてるみたい。音いいんだけど、やっぱウレタンに、ウレタンに戻しとこう。やっぱりその低音のバランス味付けがウレタンで聞いた方がすごくいい、整ってる、オジー的には。なんかね、こっちのクラゲにすると、こってりしてないというか、比べちゃうと、こっちの方が余すことなく、音を出し切れてるような気がする。全然違う。もう一回改めて、密閉感違うからね。もうバイオリンの音からしてちゃんと落ち着いてるもん。これだ。おじいが安心できる音はウレタン&この
真ん中のなんだろうな、増強なんとか増強っていうこの真ん中のやつが安心できる音です。で、ね、この両方は、キラキラ音になる。キラキラ音、まるでなんかねワイヤレスイヤホンを聞いてるようなキラキラ音、キラキラ分離になるので、本当すごいすっきりして気持ちがいい、研ぎ澄ました、もうクリオネが見えてくるような透き通った感じでいけるんで、こっちはもうどっちを選んでももうあーって感じで聞ける。でこの真ん中のやつはなんかもう普段の音を、あ、いい音に、究極にいい音にしたっていう、いつもの安心できる究極の澄み切った音に変換した音で聞ける、ね。まあ、でまあ船劇が欲しい、これかな、おそらくね、ってことです。これはね、もうこの動画を100人見てたら100人見えます、ショコポチね、もうこれかえかかか緊張るね、本当これを聞かずして何を言う、何を語るんだ、ね。はい、じゃあ多分お値段もないけど、一応流れ的にねお値段言わして、改めて、ね、ガチでおすすめです。オールマイティーの人にもうガチでおすすめします。箱出しなんだけど、箱出し直後なんだけど、おすすめします、ね。この状態でおじいは聞き込みます、ね。すっげーいい。めちゃめちゃいい。ガチっこでおすすめします。久々に。なんていうの？ワイヤレスイヤホンみたいなキラキラも楽しめるし、音がいいって何なんだろうなーって追求して、ドンシャリの方に一回行って、で、あって、基準が見えて、で、ちょっとこう、マニアックな人たちっていうか、あ、ここに戻ってきたんだってね、取り過ぎたっていうか、スタート地点に戻ってきたような、そこに移るんだけど、そこの、戻ってきた安心感っていうかね、ちゃんとしっかりとした音、頭の中にイメージで描いている本来の音だね、おじいたち世代の、それを楽しめる音です。で今の子たちのハイレゾ音源のあの音、あっち系で聞いたらどんな音になっちゃうか分かんないけど、おじいね、デジタルのハイレゾの音源いくつかあるけど、理論的には音は良くなってるとは思うんだけど、チャンネルも増えて、みんないいいいって言うからいいと思うんだけど、おじい的にはね、なんかね冷たく感じるっていうか、そのおじいの思ういい音ってっていうのとはちょっと違うような感じがするんで、だからそういった意味では皆さんが思っているそのいい音とおじいが思っているいい音は違うと思う。おじいが思っているいい音っていうのは本当に生演奏で聞いてる音がいい音の基準、リアルので、あとやっぱりどうしても昭和の時代に聞いてた、やっぱちゃんとした3ウェイのコンポで、やっぱ大きいやつで聞いていたあの音で、レコード世代だったから、レコードの音ってすごく高音質で、本当に大きく聞くと聞こえない音もでっかく聞いてるとすごい聞こえて、それを今のワイヤレスイヤホンではデジタル化で自由自在に位置をコントロールして飛び出て聞こえるんだけど、そうではない安心できる本来の定位置で聞くっていうのがベースにあってね、今この真ん中が安心できるっていうのはそれにちょっと近づく感じで、
ただ高音がもう ここでマリッシュドライバーみたいにかっきりくっきり飛び出て明らかに聞こえるんで、うん、昭和の時代はもうそんな音の聞こえ方っていうのはなかったからね、イヤホンヘッドホンでね、うん、本当にすごい時代だなっていう。いや綺麗な音、陸地でノイズがどうのこうのとかさ、反対側のノイズを作ってね、のあのノイズを打ち消す、あのノイズキャンセリングとかいろんなものがあるけど、いやそんな難しい技術を使わなくてもこんなにヒゲがない綺麗な音で、うん、こんなにクリアに聞けるんだっていうね。しかもキンキンしすぎないで止めることができるってすごいなっていうね。低音もそこそこ出しながらね、ダンダンのあのでっかい12ミリドラム、ドゥンドゥンドゥスンドゥスンではないんだけど、でもちゃんとしたパンチを効いた低音が出て、ね、こうキシキシしない高音、ね、ボーカルはっきりくっきり一体感、いやもうたまらない。このこれはおじいが紹介してきた1枚のイヤホンより上だと思う。これねすごい時代になったよ。なんかね、しばらくハマります。これねトライ i4 とかあの時の感動、甘い感じがする、あの一瞬つけた時にちょっとこもって聞こえるんだよね。こもって聞こえるんだけど温かい懐かしい音がする、柔らかい音がするっていう、あれはあれでものすごくいい良さがあって、でそこを音源と音質コントロールで、整えるとすごくいい音で聞こえるんだよ、トライアイ4って。でああいうのとはもう全く違う、ストレートにデジタルでパーンと出てくるいい音だから、おじはこれに真空管アンプ通して聞いてどんな表現するのかなって、それしか今考えてないんで、ね、また次回それで楽しんでみたいと思います、ね、はい以上で終わりでもって、一応締めくくりのお値段いきます。絶対おすすめこれ。はい、そんなわけでいかがだったでしょうか、ね、もうイヤホン好きな人スコプス準備できてる、ね、はい、お値段はもうね、言ったけどちょん、ね、はい、お値段は今 13% オフで3950円です。2% 79ポイントつきます。すごいでしょ？こんなにフル装備で4000しないんだよ。3950円でこのセットだからね。いや、もうありえねえ、ほんと。興味のある人も興味のない人も即ポチしちゃってください。はい、この動画の説明欄にリンクあるんだね。はい、急げー！ダッシュダッシュ！他の動画も見てちょうだい。じゃあね、バイバイ。